ここ5試合勝利がありません。前節の長野戦は先制された後すぐに追いついたんですが 1-3 で敗れて現在5連敗。今日は白いユニフォームで臨みますアウェーの SC 相模原です。さあ今キックオフでまず前線に長いボールを切り出していったのはホームの鎌田マーレ佐々木です。西村監督、そして川崎から松本通った、松本から左中村俊太、そして中に折り返す、逆サイドどうだ、決まった、後藤か、左から上がってきた後藤、2試合連続のゴール、後藤直接決めていきました。最後フリーになったところダイレクトで押し込んでいきました。ちょっとその壁の修正をした船山、そして藤本います。藤本狙ってきた、決まった、同点、藤本が決めてきました、1対1。ボールの右サイドネットに突き刺さりました、1対1の。さあ川崎出てきます、あグラウンダーのボールセットされてプレー、うわーっとスルーしてシュート、打ちだ、デザインされたプレー、内田決めた、内田 J 初ゴール。見てみましょう、グラウンダーのボール、これを下がプレーして、スルーして後ろから内田、下川がスルー、その後ろから内田が狙ってきました。ご覧ください、非常にいいボールを中に入れてきます。さあ見ましょう、この中センタークリアする、さあシュート、川上どうだ、これはどういう判定か、ちょっと見てみましょう、一度クリアする、そして川上狙ってきて、あーこ狙うのは10番藤本、藤本いった、さあ込みましょう、上がって中、あ最後西本競っていったんですが枠を捉えることはできませんでした。